皆さん、こんにちは。カラフトチャンネルでございます。久しぶりの顔立ち動画になります。いやー、テスト期間長いですね。うん。実際には長くないんだけど、やっぱ、長く感じるね。うん。っていうことで、一個まあ、カラフトチャンネルからお知らせがございます。 まあ、お知らせというか、一つ、お詫びが、お詫びがあります。ええー、まあ、私の、まあ、携帯、まあ、買い替えたんですね。それで、ちょっと、まあ、画像良くなったと思うんです。実際良くなってると思うんですね。まあ、それ、まあ、良かったんですけど、さておいてですね、まあ、ポケットビルドっていう、まあ、150円の、まあ、有料ゲームにおいて、まあ、カラフト開拓っていう、まあ、企画を、まあ、行っておりました。はい。 なんですけど途中まで進んでそこからまあデータが消えちゃったんですねこれ用紙を持ってたんですけどそのよくバチバチ古い携帯でまち前の携帯で落ちるようになってそこからまあデータの引き継ぎがちょっと困難になっちゃったんですね重すぎてはいそれでまあ殻太一からまあ作り直すことになりました大変、まあ、この番組楽しみにしてくれたまあみんなには 深くまあ、お詫びと反省いたしたいと思います。ええー。そうですね。お詫びなんですけど。まあ、こちらからのお詫びとして。そうですね。企画、もしくは。リクエスト。の、まあ、意見、今は。大募集しています。 まあこんなまあお詫びの仕方でなんですけど、例えば、まあ私今考えている企画として、まあまだ構想だけ、まあ、検討中なんですけど、北海道のまあ夕張とか赤平とかあ足別とかのまあ、いわゆるまあ明治時代のまあ産業革命にかけてまあ大きく発展した地域、いわゆるまあ単鉄港のまあ、をまあ テーマとした、えー、特別番組であったり、まあ、まず、まあ、構想ですけど、はい。あと、まあ、道内の、まあ、水族館、あるいは、あるいは動物園の、まあ、動画だったり、まあ、そういう、まあ、例えば、そうですね。まあ、例えば、ロイズの、まあ、チョコ。 食べてみたとか、まあ、期間限定の北海道のお菓子食べてみたなんていうまあ企画とか、まあ、柔軟にまあ建設的な意見があったら、まあ、受け付けておりますので、ぜひ、まあ、よろしくお願いします。今回は、まあ、私からのお詫びでした。はい。ということで、まあ、お詫びとまあお知らせっていうことで、チャンネル登録とまあ高評価の方お願いいたします。それではまた。